万葉翡翠は松本清長の短編小説である。書出は婦人公論1961年2月号。清長が長年にわたって持ち続けていた旅と考古学への関心を推理小説の形で結実させた作品群の一つであり、万葉集に現れる沼長川と玉を求める探索がやがて殺人事件へとつながっていく物語である。 ホッサマグナミュージアム展示の翡翠原石2019年5月5日この作品は1961年1月から8月にかけて婦人公論に連載された短編連作集影の車の第二話として同志の1961年2月号で発表された成長は婦人公論1960年12月号で連載小説予告として次のような文を書いている 中編の連作を引き受けることになった。中編は、長編とは異なった、独特の味を出せるので、それを生かして、毎月新鮮な題材に挑みたいと意欲を燃やしている。推理小説の優れた読者である女性たちに、どれだけ楽しんでいただけるか、中編の限界いっぱい、その効果の追求を試みてみたいと思う。婦人口論1960年12月号 実際に連載したものは短編としては長めの作品であるが、成長は毎回のテーマ選びに苦労していた。連載の当時、婦人公論で成長の担当編集者を務めていた。沢地被災は50枚ずつの短編連作、影の車は毎月テーマ探しが問題で何か面白い話はないかねという軽い会話は担当者にとって千金の重みがあったと証言している。 婦人公論という女性向け雑誌への発表ということで、成長は政治や経済などの社会派推理的なテーマを避けて、人間心理と犯罪との光と影を作品共通の通想低音として扱い、女性読者を強く意識した作品群を仕上げた。この作品は1962年と1966年にテレビドラマ化された。 1962年のドラマは、青山京子、小笠原義友、井川久志などが出演し、8月2日、8月3日が NHK で放送された。1966年のドラマは、梓道代、みちよ、彦などが出演して、KTV で放送された。翻訳では、万華のお水という題名で中国語訳されている。S 大学の研究室で、 考古学助教授の八木修造は三人の男子学生に、万葉考古学という自らの学説を語る。万葉集の歌に織り込まれた軸を手がかりに、古代の謎を探求しようというその学説により、八木は、万葉集巻十三の三千二百四十七、沼名画の底な流玉九、しかも特志玉鴨十、しかも特志玉掛けやす、たらしきちくんの老うちをしげという歌に出てくる。 沼名川の底なる玉について、枕言葉や想像上の天井の川などではなく、実在の川に算する日本産の川蝉ではないかと、示唆する。三人の学生たちは、沼川の地名を残す新潟県東首引群と西首引群をそれぞれ手分けして探索することになる。三人は一週間後に、東京の喫茶店で落ち合い、探索の成果を報告し合うことを訳して、 各自の目的地に出発する。今岡は婚約者である民子の意見に従って、糸井川市を流れる姫川流域の調査に出かける。三人とも最初の探索では、目星い成果が得られなかったため、彼らは再度現地に赴く。民子は三人を見送るために、新宿駅に行く。三人は松本まで一緒の列車に乗り、途中で杉原のみが、 長野方面行きの列車に乗り換えることになっている。その後今岡は小滝で下車し、岡村は糸井川まで出て、青海に行き、そこから大見川を遡る予定を立てている。買い物のために駅の売店まで行った民子は、杉原がその近くで一人の少年から何かを包んだ紙を受け取るのを目にする。三人は予定通り新宿から列車に乗ったものの、先に、 松本で下車した杉原は、長野方面には行かず、一列車をくれて今岡と岡村の後を追う。その後も、杉原は、不審な行動を取り続ける。一週間後、指定の喫茶店に現れたのは、杉原と岡村だけで、今岡はついに現れなかった。三度にわたる捜索隊の派遣にもかかわらず何の、手がかりもないまま一年が過ぎ、民子は、彼の死を覚悟する。ある日、 タミコは愛読している短歌雑誌に掲載されていた一種の歌に目を留める。その歌は藤沢市に住む桑原道子が投稿したもので、本来姫川流域には生育しないはずの藤あ美が小滝川の河原の近くに咲いている情景を読み込んだものであった。タミコは当初その歌を何気なく読み過ごしていた。その情景を 巨構と断じる戦者に対して雑誌の事号で確かに藤あざみをこの目で見たとみちこが反論した。二人の紙面でのやりとりを見て、民子は新宿駅で見かけた杉原と少年のことを思い出す。最初の翡水探索業に三人が出発する前、民子は彼らの会話から杉原の趣味が植物採集であることを知っていた。そしてあの少年も 同じ趣味を持っているかもしれないと気づき、少年が杉原に渡した紙包みの中身について、植物の種子ではないかと考える。民子は杉原が、今岡の探す姫川流域こそ有望な翡翠産地と考えて、彼の後を追ったと推定し、しまいには翡翠のことで杉原が今岡を手にかけたのではないかと想像する。姫川流域に雪が積もる直前、 警察官数人を交えた四度目の捜索隊が現地に向かう。この捜索隊には、民子の依頼で、道子が案内役として加わっていた。道子は、藤あざみが咲いていた地点に一行を案内し、その近くで今岡の遺体が発見される。杉原は、東京で逮捕され、民子が想像した通りのことを自白する。杉原は、 翡翠の原石を目の当たりにして、独占欲を起こし、今岡に襲いかかった。その時に、藤あざみの種子をポケットに入れたままだったため、種子が3、4粒地上にこぼれ落ちた。その種子が芽吹いて河原の近くで花を咲かせたのである。小滝川翡翠イ二2018年9月15日、成長の作品では、旅情が重要な位置を占める。成長は、 幼少時から旅に憧れ、作家として身を立てる前から多くの旅に出ていた。その全てが必ずしも楽しい旅ばかりではなく、10代の終わり頃の旅は死ぬことを強く意識した旅であったという。幼少時からの旅への憧れは晩年まで続き、彼の作品世界における魅力の一つとなった。清長の登場以前は推理小説における旅情はほとんど注目されなかった。 第二次世界大戦前、探偵小説と呼ばれていた時期では、青い武士、船深の三劇や赤沼三郎、悪魔の目白く、第二次世界大戦後の相川哲也、黒いトランクなどの作品があったものの、豊かな旅情を描写した作品は、数少なかった。推理小説に旅情を取り入れたのは、清長が旅行雑誌、 旅に1957年2月号から1958年1月号に連載した長編推理小説テント戦がその講師とされる。清張にとって初のミステリー長編小説でもあったこの作品はベストセラーとなってその後の作品の方向性に影響を与えた。その後2年ほどの間にゼロの焦点、青い病点、影の地帯、波の塔、 休憩の孔や砂の器などの諸作品で旅の描写が盛り込まれ作品における旅情が重要な位置を占めるようになっていた。他に重要な要素として挙げられるのは古代史をはじめとする歴史に対する興味である。成長が多岐にわたる分野で知識を有していたことはよく知られているがその中でも考古学や日本史の領域には奥深いものがあった。成長は 専門家の領域にも自らの視点で探求して深く入り込み、そのようにして蓄積された知識を自分の作品に生かそうとした。成長は作品に知識を生かす方法として、歴史に対する論評として、真正面から取り組むケースとミステリーに絡めて作品としたケースの双方を試みている。後者の例としては、山大国論争と騎士和人伝に題材を得た。 立交水業とこの万葉翡翠が挙げられる。清長は日本産翡翠の再発見にそう得て万葉翡翠を執筆した。清長自身はこの万葉翡翠についてエッセイ、推理小説の発想で万葉集もまた推理小説になりうると前置きした上で次のように記述している。普通、こういう古歌や俳句などはその軸を暗号的に推理小説に 使われることはあったが、解そのものを解明して、戦学の解釈を打破した学説を応用した推理小説も一つの分野と言えよう。万葉週刊13にある、定名側の底なる玉求めてえました玉かも、十否てえました玉かも、惜しい働き、君がお揺らく推しも、の遺説を使って、殺人事件を書いたのが、万葉翡翠である。推理小説の発想、万葉翡翠は、 作者である、成長自身も好んでいた短編であった。松本成長短編総集初集の書いた頃という短文で、この一編が好きなのでこれに収録したと言及し、国学院大の樋口清教授から教えられるところが多かったと謝辞を述べた。成長の作品では、1963年に発表された、たずたずしも万葉集をモチーフとして扱っている。 翡翠を利用する文化は日本、朝鮮半島、中国そしてメソアメリカで見られる。日本での利用例は約7000年前の縄文時代前期紅葉まで遡ることができ、これは世界的に見ても最古のものである。縄文時代後期中央には翡翠製のマガタマが出現した。マガタマは弥生時代から古墳時代にかけて、 多く作られ、糸井川を中心にした川瀬の文化が日本のほぼ全域だけではなく、日本海を越えて朝鮮半島にまで広がった。しかし、日本における川瀬の文化は奈良時代に終焉を迎えた。歴史の表舞台から消えた日本産の川瀬が再発見されたのは1935年のことであった。万葉翡翠の大詰めで舞台となった小滝川の 翡翠集積地は、1956年6月29日に、国の天然記念物、小滝川鉱玉山地となっている。その後の研究により、日本で縄文時代以来利用されてきた川攻めのすべては、糸井川山であることが定説となった。万葉翡翠は、万葉周巻13-3247の,の解釈をめぐって、沼名川と、 玉を求める探索がやがて殺人事件につながっていく展開を見せる。副題の求めて得ましたマカモは万葉集三13-3247からの引用である。作品自体の評価は古代史ミステリーの終作、作者の実力のほどを示した作という高いものから、まあまあ、トリックは推理小説としては月並みというものまで様々である。後を忠は、 松本清張小説セレクション第24巻影の車間末の編集エッセイで前半にあたる非水産地について万葉集を手がかりに推理を進めていく部分が抜群に面白いと称賛しながらもそれに比べるとミステリーの部分は月並みである少し書き急いだところがあって推理小説としては耐いない印象がなきにしもあらずと評した後尾田は小説の作法として 学識の部分と推理小説の部分がうまく溶け合っていない点を指摘し、一つの鍋に二つの料理が入っているような違和感と表現した。後田は2009年の辞書、松本清張を推理するでも、万葉被水について、前半の学術的推論が入念なわりには、後半のミステリーは、ややそそくさと綴られているような気配がなくもないと記述している。岩見幸恵は、 松本成長時点で記述の通りトリックは推事小説としては月並みと評した。それに続けて背後に古代史や文学を用いている点がこの作品の奥行きを広くしていると指摘した。平野健は短編集エキロの解説において万葉翡翠を立候水業とともにいわゆるベッドディティクティブの一種と分類した。平野は 著者の無視な学問好きの一面を表した作風と言えようと記述した上で2作ともベッドディティクティブの一面を持ちながらしかしそれを超えるものがあるとして成長が書く推理小説の多彩な面白さとして評価した国文学者で万葉集の研究などで知られる中西進は松本成長研究第6号に比喩としての翡翠松本成長 万葉翡翠を読むマイナスを寄稿した。成長は中西に古代の様々な事柄について尋ねたり自説を展開したりの電話を何度かかけ、中西も成長の対談や座談会に何度か出席したことのある間柄だった。中西は成長の古代への発言に対して高い評価を与えるとともに、その説について傾聴に値するとして万葉翡翠での 翡翠国産説を取り上げた。中西は1981年12月に出版した万葉集全約中で、低名側の底なる玉の歌の中で成長の得、玉イコール翡翠説を完全に認めている。中西はさらに歌の内容に分け入り、成長がエマしタマと読み下した部分の原文が特殊玉カであることから、エシ玉マと読む方が自然であり、買い求めて、 やっと得た玉ではなく、探し求めて、やっと拾った玉と考えた。中西は、万葉翡翠でのヤギ女教授と学生たちの会話から、翡翠は、中国南部やビルマ北部からの輸入品だって買える、という部分を取り上げ、買った玉より、探し求めて、やっと拾った玉の方が、日本国内原産説には、かえって好都合だとしている。万翡翠について、中西は、 今まで輸入品とされていたカワセミが実は日本国内の産だとする説を小説の形で述べたものと解説した。中西は通常の小説が協読者に提供することを主眼にするのに対して万葉翡翠はあえてその逆を行っていることを指摘した。中西は作品に出てくる藤あざみにも着目し砂の器に出てくる出雲弁と東北弁との対比を例に出して 地域の固定観念を破るところに著者のマコ頂があるのかもしれないとして、それらの意外性が読者を知的興奮に導くことを説いている。まと翡翠館日本海の交流をめぐっての著者、藤田藤雄は、実著で万葉翡翠に触れ、八木助教授の研究成果には明らかに、成長の考えが投影されていることを指摘した。その上で、藤田は求めて得ましたかもの歌が、 川蝉の売買であるとする成長の意見を、従来の文学研究者には見られない意見で、私も基本的に同意すると賛意を述べた。考古学者の寺村光春は、日本の翡翠その謎を探るで、万葉集と沼川号に否定したのは、元織ノ長であったが、ノ長の説は、 万葉研究者にも歴史学者にも長年にわたって無視され続けた。次にこの歌を考古学の観点から注目したのは樋口清である。樋口は歌の内容が家庭の丹原石の採取や転売を伝えたものとして翡翠との関係を説いた。翡翠が実際に発見された後の1962年になって中川幸弘は 国文学の観点から、沼長は実在の川であるが、万葉集の編纂者には空想上の天井の川と位置づけられたものとした。寺村も中川の説について、古代文学上の観点と万葉集の基礎的研究から導き出されたものとして同意している。寺村は、万葉翡翠について、もちろんフィクションであろう。しかし、小説の中に語られている。 ヒスイ探求の過程は、日本におけるヒスの追求過程の一端を示す、ものとして、興味深いものがあると評した。藤あざみの花、赤塚隆治は、次長、成長鉄道一万三千五百キロで、万葉ヒスについて分析し、設定とトリックについて触れている。赤塚は三人の学生が一回目の調査で乗車した、列車について、新宿駅二十二時四十五分発の、 小高3号と推定した。松本に着いた後、今岡と岡村は大糸線に乗るが、杉原は、篠ノ井線経由で、新越線と飯山線に乗り換えた後に、越後と丸で下車し、松の山温泉方面へのバスで、東首木丘陵に向かっている。この工程について赤塚は、乗り鉄車としての疑問として、新越線で、長野に来るか、上越線で、 越後川口まで来たらどうだろうと記述している。二回目の調査では、杉原は、長野に向かわずに一列車をくれて今岡と岡村の後を追う。赤塚は同じく成長の作品、地方紙を買う女との類似に着目して、同じ線区わずかな間を置いて乗るので、時間差型とでも呼べる乗り鉄犯罪だと指摘した。犯罪発覚のきっかけとなるのは、藤あざみの花である。 富士あざみは、日本固有種で、富士山を基準産地とし、大きめの頭花を下向きに咲かせる花であるが、生育域は限定されていて、姫川の流域には生育しないとされる。桑原道子と、短歌雑誌の戦者とのやりとりを読み、民子は二回目の調査に出かける三人を見送った、際の杉原の行動を思い起こす。杉原がリュックを背負った少年から受け取った、紙包みには、 まさしく、藤あざみの種が入っていた。赤塚は、少年が、藤山六で藤あざみの種を収集して、私鉄で大月まで戻り、その後東京に戻って杉原と会ったものと推定した。作中での杉原の辞表も、そのことを裏付けている。万葉翡翠は、1961年8月30日に、短編集、影の車の一編として、 中央公論社から出版された。単独作品としても、清長の短編集などに数回収録されている。影の車は、同名の作品がなく、短編集としての象徴代と推定される。掲載紙と単行本では、収録短編の順序が入れ替えられている上、突風のみが1966年に、開演者から別に刊行されるなど、書事情報を確認する上で留意が必要である。 エッセイ、音量の慰めで成長は、万葉翡翠のあらすじを解説している。ただし、内容には、かなりの差異が見られる。ある大学の教授に引率された学生たちが、姫川上流に、翡翠探索に行くが、学生のうち一人が消息を立ち、結局殺害されたことがわかる。約一年の後、物語は、東京に舞台を移す。一軒の家の庭に、東京には、 絶対に生えていない植物が生育しているのが見つかり、そこから1年前の犯罪が露見する。犯人はその家に住む他の学生で、姫川に行った時に、ズボンの折り返しに植物の種子が入り込んで、気づかぬうちに自宅の庭で育って花を咲かせたことが発覚の糸口となったという筋立てである。従来、日本での被水災発見の年は、1938年。 とされていたが、宮島博士は、国石翡翠編集中に判明した最新の発見誌を例に挙げて、1935年説が有力であることを紹介している。成長自身は、エッセイ、怨霊の慰めで再発見の年を昭和14年と記述した。地方紙を買う女では、ヒロインの牛尾田し子が、時間差型の犯罪を企てている。 彼女は殺害する。相手の一本前の列車に乗って目撃者の出現を避けようと計画した。ありがとうございます。